はい。今日もあなたと百姓天国。はい。本日は7月26日。7月のね、第4週のお野菜セットのご紹介をさせていただきます。はい。今日もあなたと百姓天国ということで、オーガニックハム百姓農園の7月第4週のお野菜セットのご紹介をさせていただきますね。はい。よこらせと。いや、暑いですね。連日暑いんですよ。<laughs> 今日もね、 暑かったですね。はい。7月の終わり、えー、梅雨が明けてね、もうどん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 気温が上がってきて、今週、来週と35度超えでございますよ。ね皆さんもどうぞお気をつけください。私たちね、百姓も屋外でね、働いてる人、百姓のみならずね、屋外で働いてる人、本当にね、えー、熱中症にならないようにね、気をつけてくださいということで。余計な話でしたが。 はい、えー、まずねお野菜セットミニトマト入ってますよということで、ね、今のところ順調に来ております2バッグ、ね、入っておりますので今たくさんねできてますんでまあこれがね8月入ってね、えー、まあちょっと疲れてきたり、えー、もう枯れてきたりねしますね、えー、我が農,農薬栽培ですので薬剤とか一切使いませんので急にねこうやって病気が広がっちゃったりしますとね一気にガクッとね落ちてきますので、えー、ただまだね えー、たくさん取れるときは、こうやってね、たくさん2パック、そのうち 1, 1パックになったりしますのでね、えー、ご理解くださいませ。2パック入ってますからね、はい。えー、2パック、はいはい。そしてえ、いつものようにね、こうやって、おあの段ボールこうやってね、詰めて、今日はこんな感じです。ね、上から刃物がね、入ってますので、ご紹介します。えー、まずはね、モロヘイヤです。はい。ね モロヘイヤはしばらくね、次の2番手というか、もう最後の番手がね、ようやくできてきて30センチぐらいまでね、大きくなってますので、しばらく10月ぐらいまではね、まあ,あ、あのんまりモロヘイヤばっかりね、何ヶ月も続くとお客様飽きるので、えー、まあまあ9月ぐらいまではずっといつでも出せる状態にはなってますのでね、はい、モロヘイヤ。まだまだ茎がね、柔らかいですから、えー、楽しんでいただけると思います。はいモロヘイヤそして はい。クイシンサイね、入りましたですね。今日はね、ちょっとね、あの、直巻きの方なので、ちょっとね、芯が、えー、芯というか、このパキパキいうところが、ちょっと細いんですね。まあ、なんかサラダでも食べられるかな、ということでね。ちょっと、あの、いつもよりかは、ちょっとね、細い感じのものを、えー、出荷してみました。サラダでも食べられると思いますのでね。はい。よろしくお願いいたします。クイシンサイとモレヘア。この二つがね、刃物でございます。はい。えー、で、 えー、あとはね、えー、ししとう系ですね。えー、ししとう。はい。ししとう出ました。ね。えー、まだまだこれからいくらでも多分。 えー、ちょこちょこ病気にはまだなってないので、ね、ナスはやっぱり例によってね病気出てますけどシシトバナナピーマンピーマンこのあたりはね全然病気になってないので、えー、しばらくずっと9月10月ぐらいまで出せるかなと思ってますシシトね今まさにね最盛期でございます柔らかくて美味しいですよねはいあのー、おひたし系でもいいですしね、あのー、そのまま炙ってもらって焼いてもらって僕は意外とねこのままあのフライパンでねごま油とかでガーッとあのもやしとかと一緒に炒めてね わしわしっとね、食べるのが僕は意外と好きです。はい、ししと。そして、はい、バナナピーマンね。はい、あの、いい感じだと思います。あの、ようやくね、えこのところ雨が多かった、ね、夕立が多い,多いので、雨がわーっと降って、気温がドーンと上がると、わさーっとこういうのが出てくるんですよね。はい、ということで、バナナピーマンね、ものすごくあの、今最盛期を迎えておりますので、割とね、ちょっと多めに入れております。バナナピーマンね。はい。 きれいに仕上がってますよねはいそして、えー、普通のピーマンですねはいこの普通のピーマンは10月ぐらいまでねずっと大事な一品としてね出していくことができると思いますのではい大丈夫だと思いますこんな感じでねえー、ピーマンバナナピーマンそしてししとうとねこの3つね安定してこれからまだ連続出荷すると思いますのでよろしくお願いしますはいそしてはいオクラですね オクラが取れてきましたけど、ちょっとね、えー、例年くら比べて、ちょっと、あのー、量が少ない感じがしますね。まあ、オクラもね、あのー、これ島オクラっていうね、沖縄の品種ですけど、こうやって大きくなってもね、この一番このなんか大きいでしょ大きくなってもね、割とこれは、あのー、柔らかい品種なので、我がのようね、火曜日と金曜日、週2回の出荷ですから、 あの毎日本当だったね、五角オクラとかだったら、結構毎日のように取らなきゃいけないですこれはね、ちょうど火曜日取って、取り切ると、ちょうど金曜日に小さいやつを残しておくと、それがこの大きさになるんですよね。っていう形で、週2回の出荷で、えー、ずっとこう、クリ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 出していくっていうパターンでね、我がの家はずっともう30年、そんな感じやってますので、だから品種はね、この島オクラ一択なんですよね、はい。他にいろんなね、オクラあるんですけど、五角オクラはね、ちょっと僕は作れないということで、オクラ入りました。 はい。そしてね、ナスがね、すいません。ちょっともうナスがね、あの、これ、あの、ハウスでね、あのミニトマトの前で作ってる、袋栽培のナスですね。1個ぐらいしか、こうやってとまだ取れてきてなくてねで。これもね、ちょっと病気が広がってるので、ナスがちょっとね、寂しいかなという感じでございます。はい。すいません。 対して、きゅうりがね、取れてきました。はい、きゅうりがね、次3番手の方がいい感じで取れてきましたので、しばらくは連続出荷続くと思います。そして4番手をね、もうそろそろまた植え付けますので、これでなんとかね、枯れずにね、だ外はもうね、40度近い、ね、この暑さなので、冠水しながら作らないとね、路地はね、結構その辺がプレッシャーなんですけどもね、えー、きゅうり、ね、ナスがね、ちょっといまいちなので、 えー、きゅうをね、頑張って出していこうと思いますのでね、よろしくお願いします。きゅうり入りました。復活しました。はい、ということで、今度は、かぼちゃ類いきますか。かぼちゃ類ね、まず、えー、ホワイトミニかぼちゃね。はい。えー、しばらく、今日が7月終わりですもんね。8月半ばぐらいまでは出せるかなって感じですよね。はい。ホワイトミニかぼちゃ。そして、はい、コリンキーですね。はい、コリンキーが入りました。 そして、えー、もう一種類ですね。はい、栗かぼちゃ。普通の栗かぼちゃもね、入ってますので、こんな感じでね、かぼちゃも3種類。ね、栗かぼちゃに、コリンキー、そして、ホワイトミニと、ね、こんな感じで3種類、かぼちゃ入りました。よろしくお願いいたします。よいしょ。ね、彩りがあって、まあまあ、ちょっとね、あの、似たような感じになっちゃってますけども、よろしくお願いします。はい、そして、 えー、ですね今日はとうが入りましたはいんこんな感じでねちょっとちょっと小ぶりではあるんですけどもうちょっと本当はね、えー、姫とうがっていう沖縄のとうですけどもうちょっと本当は大きいんですけどちょっと数が少なかったんでねちょっと半切りということでご理解くださいとう今日のレシピはね多分ねスープのとうをスープが一番美味しいんじゃないかなと思うんですけどもねはいスープのレシピを入れてると思いますはいとう はい、そして、えー、根菜類ですね。人参と、そして、かぼちゃ、あ、ごめんなさい、じゃがいもですね。男爵入ってます。はい、こうやってね、普通のお野菜もね、こうやって、えー、カレーにしてみたり、ね、普通のお野菜もこうやって入ってますのでね、はい、よろしくお願いします。じゃがいもは、頑張って来年の3月までね、えー、出せるかと思います。お気をがなくなってきたかな。はい、こんな感じですね。これで、何品目ですか はあ、123456789101112131415ぐらいあるまあちょっとねこれ1個だけとかあってあるいはちょっとオクラもねちょっとボリューム感はないのでちょっと品目ね増やし気味な感じでね十五細かくいけば15品目ですけどもねはいこんな感じで充実したお野菜セットになっていると思いますがいかがですか はい。ということで。7月の第4週。ねはい。だいぶ暑くなってきてね。えー、だんだん厳しくなってくるわけですけどね。えー、暑ければいいって問題でもないんですよ。夏野菜っていうのはね。あのー、焼けてしまうんですね。ピーマンなんかでもね、今日でもいくつかあったんですけど、例えばこういうところのね、どういったらいいんですかね。1個持ってきますか。 例えばね、これ。ね、ちょっとこれ出荷には使えないんですけど、わかりますこういう風にして、こういう、こういう何、何まあ、いわゆる焼けているっていう状況ですね。こうやってピーマン、こうやって見た目、で、取ってこないでしょでもね、ここほら、こういう風に焼けてくるんですよ。ね。もう、どうで、昔はね、私が農業の世界に入った時,時期はこんなのあんまなかったですけど、どんどん年々年々ね、ねねねねね 熱くなってるじゃないですか。で、ここはやっぱりどうですかここ10年ぐらいはやっぱりこういういわゆる焼けたっていう症状がね、割と多くなりました、ピーマンもね。だからこうやって収穫して、全然ここら辺食べられるんですよ。だからまあ自家用でやったら全然 OK。家庭菜園の人もね、こういうのはよくあると思うんですけど、食べられるんですけど、さすがにお客様には入れられないんでね。ここだけバツンと落としてもらえばもちろん十分食べられますけどね。はい、こんな感じでね、焼けてくるんですよ。だから夏野菜の生育適温っていうのがありましてね。 だから、暑ければ暑いだけいいかっていうと、そういうことでもないんですよ、夏野菜というのはね。なので、こういうふうに焼けちゃうので、もうね、これがおそらく40度を超えてきたりすると、もう生育的温をね、外れていってしまうんですね。はい、ということで、えー、7月のね、第4週、最終週のねお、えー、お野菜のご紹介をさせていただきました。我がオーガニックファームね、百姓の絵のチラシというのは、こんな感じで、一応ね、ちゃんとしたものがあるんですね。こう、こうでいいのこうでいいのはい、こんな感じでね。 一応こう、お試しのお客様とかね、初めてのお客様にはこういうのを入れてね、一応こんな感じで、はい。いいでしょはい。一応ちゃんとしてるんですよ。<laughs> 農園集はちょっとちゃんとしてないですけど、一応こういうものもあるのでね、30年プロとしてね、えー、商売としてこうやってオーガニック野菜の設定野菜をやってますのでね、こういうものもあるよということでね、はい。よろしくお願いします。ということでね、で、まあ一応、 こういう説明もね、たまにはしなきゃいけないかなと思うんですけどね。我がのようにこうやってね、このさっきのこのパンフレットに書いてありますけれどもね、毎週、各週、月1回とこの3パターンの中から1つ選んでくださいということね。もちろん順次変更だとかね、えー、毎週だとちょっと食べきれないのでって各週にするとか、全然その辺はね、あの、連絡いただければね、あの、私1人でやってますので。 えその都度ね、変更な変更やお休みや、あるいはえ今度実家に帰るので、実家の方にお野菜を送ってください全然構いませんので、そんな感じでね、連絡いただければよろしくお願いします。毎週、各週、月1回、3パターンの中から1つ選んでください。はい、4000円送料込みでやっております。よいしょ でまあ、もう当然ですけどね、いつも言ってますけどね、我が農園は完全無農薬で、一切ね、畑の方では一切薬剤を使っておりませんで、もちろん、例えば通路とかにも、道路だとかね、通路とか、畑の中以外もね、一切そういう薬剤というものは私自身は触りませんので、はい完全無農薬で、えー、そういう仕事、畑仕事をしております。 で、畑からね、こうやって、えー、直送いたしますね。今日こうやって、えー、出荷場のところにこうやって持ち込んでね、今日し、実は今日収穫して朝からね。それで、えー、午後から山津さんに持ち込んで、そのまま配送します。皆さんの翌日にご自宅に届くわけですね。ですので、どっかのね、大手のように、どっかのなんかセンターみたいなところ一回そこで集めて、あるいは農協さんのように、ね、どっかで収穫して、そっからトラックでまた別のところにやってって、こう、二重三重の段階は得ませんので、 えー、私一人しかこうやって触らないんですねの、野菜に対して。ですので、これ以上のね、新鮮味はないと思います。ですから、翌日にね、そのまま明日の午前着、ね、明日の午前中に届きますので、えー、新鮮さはね、これ以上のものはないと思います。翌日に配送させていきます。で、ねえー、農家からね、私がこうやって30年やってますけど、直接買ってほしいんですよ。それによって、中間の手数料だとか、そういうものは一切かからないんですね。はい、そうしますと、 私のような農家にとってもありがたい。ねそして安く買える、直接消費者にとってもね。ですから、農家とちょあの消費者が直接ね、こうやって買っていただけることで、あの中間手数料発生しませんので。はい このようにしてね、日本のオーガニック農家をね、直接買うことで買い支えていただきたいというのが、あ私の願いでございます。ね、よろしければこんな感じでね、直接買っていただければと思います。で、私のみならずね、日本にはこういった形で設定さえやってるオーガニック農家っていっぱいいます。ですから、皆さんの県とかでね、 えー、必ず1人、2人、もっとたくさんいる,今いると思います、新規収納でね、そうやって頑張ってる農家から、ぜひね、直接買ってあげてください,、はい、これは私別に代表しているわけでもないですけれども、ね、もちろん私から買っていただければありがたいです、でも皆さんの周りでね、こうやって頑張ってる、若いご夫婦で、オーガニック農家で、設定野菜やってる人っていっぱいいるんです、ね、ですからホームページ探してね、もしあったらね、その人から直接買っていただければというふうに思います。もちろん私私から買っていたただければまた一番私も はいということでどうぞよろしくお願いいたします。7月の第4週のお野菜セットのご紹介をさせていただきました。それではまた。